はい、タイガーです。というわけで、本日なんかアタックがね全部 1.1 倍になってるということで、こちら使っていきます。コンバートということで、いやもう今日は殴るだけ、本当に殴るだけ。はい、ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。さあ1試合目、神殴りということで、神殴りの 1.1 倍はなかなかやばい気はするが、まあ、こっちもなかなかに引きをしておるので、どうしようかな。でも X から行ったら絶対負けるもんな。どうしよっかな、まあ、なりでいくか。まあ殴ってなんぼってことにしとこう。よいしょ。で囲われるでしょう。上に逃げられる。だるい、それ。さあバフ引けない。もうピンチ。まあ、石太郎置いとこう。コンボ 80%、 1枚置いといて、まあこっから考えるわ。いやにしてもしんどいな。シム、はい、一旦バフ欲しいかも。バフ引けない。パラサゴン行くか。いやーちょっと今のねサリーグ欲しかったんですけど、まあいいか。さあ2万5000あるからまだなんとかなりそうで、シェムがおるのであんまどしどしはいけないんですけど、やるよ。村正引く。そうだな、こうやな。これか、これ勝ったくね。これ半分切らない。あ、これ勝ったな。皆さん、あの勝ちました、これ。なんと7なんと勝ちました、これ。多分これならどう。で6球ね。だからこれをさ、いや殴りたくねえな、これ。でもこれ殴らんとさ飛ばせんよな。うわ、こんな殴りたくねえ。ちょっとでいいんだけど、ちょっとだけ殴りたいんですけど、行くしかねえな。でもこれエンディング一番ないし大丈夫かな。いやこんな殴りたくない。いや結構殴れるんですけど、これこんな殴りたくない。まあ、フェリピキ引くな。マジ引くな。落ち着いて話を聞いて。これ勝ったんちゃう。ビクトリアじゃなきゃ大丈夫でしょ。まあちょっとカミフェリアとか来たらやばい感じはするが、 OK。 エルティナ与えた。あ、これエンデガだったら危なかったかもね。いやだから殴りたくなかったんだよな今。よし、まあ勝ったからいいけども、ちょっとねヒヤヒヤしましたね今の。よいしょ。でもまあプロキオンから行かないと飛ばせないんでね。はい、ということで1試合目勝ちました。大戦アウトでした。さあ続いても神殴りということで、パラソコン行くか。あ、 X ブラジもありだな。まあ相手のコマがコンボ弱そうなコマだったりしたら X から行くのもありって感じ。まあ普通に強いなそれは。まあ S とか引けば。やるよ。引くな。行くかもう。まあこれね、相手仙台賞食らうんで、この仙台賞で世界変わる可能性もあるし、まあいっかこれで。じゃあこう行きます。はい、これは繋がずに、繋ぎたいけども繋がずに、こっちからゆっくり行きましょうや。よいしょ。でまあ変置きさせて F の4置かせて、でよ、こっから1ストルまで引く。なるほど。じゃあもう一発こうして、まああと2発かませばいい
けど、フェリプティ引かれてるから今日ちょっとね、思った以上に火力出るから気をつけんといけん、ほんまに。なるほど、そのシェムはまあ返すけども、どう返そうかな。繋いで返すもありだし、普通に取るもあり。いや、まだこっちでいきます、俺。うん。まあ、なんか俺の運なら次サリーグぐらい引けそうなんだよな。で、左下角お菓子とい。うーお、そっちか来る。なるほど。サリーグ、ほら、引いた。いや、引いたけど、ミューズだけは話が違うんだよな、これ。まあ行くか、行くしかないもんね。よし、これ1万ぐらい出るよね。 OK で、相手2枚返ししかないから1万2000耐えて、あ、これ勝ったな。1万2000耐えるよね、さすがに。これ死ぬとかある、エンデが2枚返し。これエンデ、まあエンデがより紙フェリの方が出るか。これ2枚返し死んだら笑えんな、 1.1 倍とはいえ。オッケー、それ耐えて村正で勝ちか。よし、今日いいね、いい立ち回りができているのでは。 1.8 倍やって16000、いいね。オッケー、ということで2連勝対戦、ありがとうございました。さあ、おっと、ついにミラーが来ました。これミラーかと、 HP めっちゃ違う。ただサリーグ引けない、引かれてる、まずい。まあ最初にイシタル出してくるぐらいならこっちも X 行くか。ただちょっと嫌な予感するな、囲われるのも嫌だし、かといって上に逃げられるのも嫌、何をされるのも嫌でございます。まあイシタル取ってから考えようかしら。さ、パラサロン、まあ、使いやすい駒ではあるが、もう村正を打っとくって手もある。まあいいか、一旦こっちから行きます。まあ村正打っといてもよかったけどね今。うん、まあ村正でよかったかもな、村正でよかったな多分今。うん、そんなね。で、角から来たらもう甘いけど、そんな甘い世界ないよと。しんどい。いやー、村正でよかったなー。 60% 以下。いや、村正だなー、もうこれ絶対さっき村正でよかったわ。いや、2で耐えんもんな、これ。いや、村正よかったな、今のマジで。ちょっと今のはプレミだな。やっぱコンボできるときに S 投げんで、いつ投げるんって感じよな。そうね。やらかしですわ。さあ、事故れ、事故れ。はい、事故らずと。ちょっと飛ぶんちゃうそれ。ギリ耐えていく。飛ばないから言うても、まあ投げるしかないか。これ村正からだったらな、まあどっちにしろでも村正からだったらワンチャン飛んでるんだね、これ。そんなことないかな、ワンチャンあるぐらいの感じだなこれ。うん、まあね、サリーグ引かれてたのが運の尽きかな。はい、まあ、これはしゃあないね。はい、ということで対戦、あざした。さあ、うおー、捕食マナグリだ。まあ、確かに今日捕食マナグリも全然強いな。はい、ちょっと事故っていく。ああ、まあ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 、うわ、で愛して引かれとるのしんどいし、なぜアルカード入ってて初手引ける。
っ込みどころが多すぎるて。まあ一旦ね、一旦グレムリンはいらない。いやしんどいな。サーリーグ引いてる時点で文句言っちゃおえんか。これ上から行きたいな。アルカル残した方が強いな。これアステール、いやでもロック出てこんからな。アステールから打つか普通に。いやでも逆にあれか、アルカード入れとるぐらいやからロックとか入れてそうやな。ロック入れてるならアステールを残しとくべきだったけど、プロキオンの方が火力出るんですよ。あのそう、普通にどっちもプラスマックスならアステールのが出るんですけど、アステールあのサリーグ下にしてるんで、そうプラスはちょっとしか振ってないんでね、ルキアから出るようにしてるんですよ。まあルキアのこと考えるならアステールですけど、まあなんとも言えん感じですね。まあまだ全然やれる。うん、まあもう行くか。俺で11,500と予想する俺。すごい今日なんかいいとこ行くな。いいとこ攻めとるよ。捕食だるいな。大丈夫かな。どうしよう。三枚返しして吸収入れられたらしんどいんだよな。まあこっちでいいか一旦。飛ばされることはない。一旦飛ばされることはないから様子見よう。これで様子見よう。これでしんど。何それ、えぐ。やってることえぐいで。村正引くけどこれ飛ばんじゃろう。その20パレバフのせい でも行くしかない。行くしかないんですけど、行くしかないんですけど、腹立つなそれ。頼む頼む、なんか気持ちで飛ばせ、気持ちで飛ばせ。おりゃえっ、これ20パレバフなかったら飛んどるな、飛んどるなマジで。いや耐えんな。しかもこれフェルグだって12%でしょ。3600、いや耐えた耐えた耐えた。3600でしょ。え、君耐えん、これ無理。耐えたくね。うわ、後ろにフェルグおった。後ろからのフェルグ大戦。あざした。